皆さんこんにちは。あがり症なのにアナウンサーになった八尾谷和子です。今日は皆さんに自己紹介を作ることをお勧めしたいと思っています。なぜかというと、スピーチ教室にいらっしゃる方のほとんどまずおっしゃるのが、初対面の方の前で自己紹介をするのがとっても苦手なんです。急に自己紹介って言われても頭の中が真っ白になって、うまく話せないんです。で、話したこと覚えてないくらい緊張しましたっていうお声をよくお聞きするんですね。ですから、そこをですね、一つ人前で話せる自己紹介を作る、これをぜひお勧めしたいなと思うんです。で、自己紹介って言っても、お笑い芸人の方のにウケるのをやろうなんて思わないでください。あなたは自己紹介って何だと思ってますか？私もあがり症だったので、もうすごい人だなとか、感じのいい人だなとか、覚えてほしいっていう思いがあったんですけれども、実はですね、大切なことは、この顔を見たら名前が浮かぶ、顔と名前の一致が自己紹介なんですね。だから、もう本当に究極の短い自己紹介なら、もう挨拶して名前を言って挨拶をするだけです。皆さんこんにちは、八尾谷です。どうぞよろしくお願いします。これだけでいいです。簡単でしょ。挨拶をして名前を言って挨拶をする、これがもう最短の自己紹介なんです。とにかく名前を覚えていただいて、次会った時から、あの時お会いしたあなたですねっていうのが自己紹介だと思うと、挨拶、名前、挨拶です。じゃちょっと言ってみてください。どうぞ。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。できましたよね。じゃこれを笑顔で言ってみましょう。3、4。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。いかがですか？ちょっとね、笑顔にするのは難しいと思うんですね。うい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 、どうぞ。うい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 、はい。じゃあこれでもう一回いきます。3、4。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。パッチリですね。じゃあ今度はですね、お辞儀を入れていきたいと思うんです。で、あがり症の方よくされるのが、最初にお辞儀をされます。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。あ、これもよろしくお願いします、言いながらですね。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いしますってのが多いんです。これ分離してください。まず最初挨拶です。こんにちは、お辞儀して、〇〇です。よろしくお願いします。言い終わってから倒します。これだけで随分印象違います。やりましょう。どうぞ。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。いいですね。じゃあ最後のレッスンです。どうぞ。こんにちは、〇〇です。よろしくお願いします。いかがでしたでしょうか？お出来になりました？とにかく小さなステップを積み重ねると上手くなります。自己紹介で頭が真っ白になる人は、挨拶、名前、挨拶、これだけを練習してみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。明日もまたご覧ください。